どうもこんにちは、ナミさん。今回、カメラの話。結構長かったですね。まあ、でも、ナミさんなりの視点と体験が聞けて、ためになる人は多かったんじゃないかなと思います。で、このカメラなんですけども、いわゆるデジカメとかね、コンデジとか言われるもの、一眼レフとか言いますよね。で、昔は、そのフィルムカメラだったんで、私も思い出すことがありますけども、なんせね、お金がかかりすぎていたってことがあります。で、デジタルカメラになって、撮り直しが結構効くのと、その場で見れることとね、 あとはすごく細かくって拡大してもものすごくね見栄えのする写真が撮れるのは非常にありがたいことですよね特にこのスマートフォンにカメラが入ることによって撮影というのがものすごく簡単になりましたでそれにつれてだんだんと心霊写真とか UFO の写真とかっていうのが下火になっていったのはちょっとね不思議なことだなと思うんですよ通常撮影できる機会が増えるので不思議な写真とか心霊写真とかちょっとオカルトチックなものとかね 勇体離脱とかああいった証言っていうのは増えるのかなと思ったら逆に駆逐されていきましたよね <laughs> 宇宙人や UFO を撮影されたというそういった写真でもあのどうやったらこれが作れるかいわゆるフェイクですよねそういったものがだいぶ押し寄せてきて今まで本物とされてきた写真も創作物だったってことが撮影技術の認知によってねなんかバレてきて、まあ、夢とロマンがなくなっていくっていうところはありますけどもまあでもねどっかに妖怪たるものがいたりとか。 亡霊みたいなものが出てきたりとかいろいろあるんではなかろうかなという風な気がします。まあ、一眼レフカメラに何か霊が映り込むっていうのもまあ、妙な感じがすると思いますけども、その辺どういう風に思われます？いや私はね人間が感じることってあくまでも感じることであってテクノロジーには入り込まないような気がするんですよね。何かの見間違いとか錯覚によって人間がねそう感じてるだけであって。 カメラには映んないんじゃないかなって気はしますけども実際に説明のつかないような写真ってのはあるわけなんですよもちろんトリックもありますけどもだけどもなんだろうこれなんか感じるよねみたいなのもあって否定しきれない自分もいますよねでいろんな不思議な写真がある中で、あのー、残念ながら解明されてしまってね当時の人はそこまでして 偽物を作っってまで有名になななりたかったのかなみたかかのみいな人を驚かしたかったのかなみたいな人間賃料を垣間見るわけなんですけどもそのカメラの技術が上がっていくとその間違って映り込んだものを除去するって機能もあったりとかしてねそうなるといわゆる例の能力が弱い、えー、雑霊みたいなものはねカメラにも映りにくくなって存在を排除されていくっていうそんな形になったのかなと思っちゃいますけどねでもやっぱりどんな時代になってもお墓ですとか墓地とかね なんか仮装場とかにレンズを向ける気にはならないかなとでも同時にですよお葬式の場でスマホで写真撮ってねあのお亡くなりになった方の最後の写真をこぞって撮るような場面もあるみたいでいや人間の心理はなかなか面白いもんだなと思いますこれからもね素敵な瞬間を切り取ってみてくださいそれでは